なんかプリンクの飲み放題だって。何このタレ、うまチーズナー、私の好きな、めっちゃ。で、これだ、食べよう。うまなんだ、ただうまい。カレーの中でも嫌いなやつと、まあ、食べれるやつがあるんや。え、今日はインド料理アラティ。アラティ、何アラティってインド語。当店はなんとカレーと料理が大好評です。全部好評やん。なんかカレーな根本的な、なんかあるがルーで作るやつ、あれめっちゃ嫌いなんや。でも好きやのカレーは。これ。え、すげえ。ご飯食べ放題だって、なんと。プリンクも飲み放題だって。あれ。あ、カレーも選べるんだ、すごい。なんで。これ。え、美味しそう。日替わりカレーって何なんだろう。私はチーズナンがめっちゃ好きやから、プラス250円でプレナンを普通ナンに変更して普通の辛さにしました。え、ナンの種類ってどこに書いてあるんだろう。うわ、バターナンっていうのも美味しそう。でもチーズナンが絶対美味しいよね。うわー、なんめっちゃ好きなんやな。前菜が、これ何のタレ。いただきます。うわ、何このタレ、うまっ。甘い甘い甘い、このタレが食べにくい、落ちた。何のタレなんだろう、これ。家に欲しい。え、これやばいって。チーズナー、私の好きな、めっちゃ。え、これが、レンコンチキンって言ってた、今日のカレー。え、待って。やばいやばいやばい。ちょ、何で食べよう。なんかもっとなんかチーズなんていう感じな。あ、これ見て見て見て、うわーやばい。うまっ。なんだけどうまい。めっちゃレンコン入ってる。うん、まっ。なんかナンだけでも美味しいし、カレーにかけても美味しい。めっちゃ美味しい。やっぱ見てこのフォルムキュージの量、長くない？どうすんの私。なんかあれはチーズが結構多い場所になってくると、こうこのカレーと一緒に食べることが絶対美味しい。トロトロだからチーズが落ちていくんだけど、うん、チーズとカレーが合う。まろやかになるカレーは、味が、ご苦労です。なんか、このルー持って帰りたい。
もうカレー嫌いだけど、あの批判のやつ、これはめっちゃ美味しい。うまい。マンゴーラッシーって結構さ高いじゃん、イメージ的に。これなんか飲み放題っていうのがすごいな。食べたい。死ぬ、やべえ、これは死ぬわ。なんか肉のあのご飯を食べた時よりもなんかあれだわ、なんかチーズがチーズって感じおー、すごい迫力でした。これはでももう満足満足、お腹がいっぱいです。ごちそうさまでした。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。